やいや、おもろすぎるやろ、どういうこと。失礼します。お願いします。天然だよね、多分ね。あ、よくなんか言われます。男性人気結構すごかったんで、女装もあのイベントでやったりしてましたね。売り上げはその3ヶ月で300万ほどはやってきました。なんだ、なんかそんな売れてる感ねえんだから、なんでだろう。そんなこと誰でもやるぜ。この面接に来るにあたってどういう努力をしました。言われるとこれっていうものはちょっと思い浮かばないですね、はい、ありがとうございます。はい、薄っぺらいですね。どこに自信があるのか聞いて。顔とかも全部ですね。いや、ローランドさんと働きたいのが一番。それ何女の子の鍵。あ、そうです。あ、でも今ちょっとマスト携帯のあのミーティング。あんまりもう度胸眼中ないですね。ようこそ。こんなもうできてるんですか。結構もう完成してますよ、はい、ほとんど。もう営業はもうほぼほぼできるかなっていう感じで、はい、ちょっと簡単に紹介だけしてもらってもいいですか。まあ、このお客様がウェイティングでこう1杯2杯あのカクテル飲めるようにここら辺でこう待機していただいたりとか、並んだりとかするんですよ、そのお客様が、あのご新規の初回のお客様とかが。なんでもここら辺でちょっとね、あの1杯2杯飲んでくつろいでもらうとか。そもそもなんですけども、うん、なんで今回大阪出店したのか、そういえば聞いてないな。言ってなかったでしたっけ。はい、歌舞伎町はもう極めたんで、はい、次は大阪かなっていう。関西勢からしたら関西で戦ってないのに日本一を、ね、受賞するのは違うんじゃないかっていう声もあると思うんですよ。だから東西とって初めて天下統一です。どういう人を取っていきたいかとかあります。まあ、ユーシーが代表なんですけど、まあ、話してたのはなんか癖強そうだよねと。大阪の経験者、まあ、ちょっとあんまりにも癖強くてなんかこうプライド高そうだったらあんまり伸びないっていうのが俺らの共通認識なんで、才能を感じさせるピュアな未経験狙い目。でも幹部ですから。幹部。幹部として面接するんですよね。幹部として今日は。まあ一応、うん、そういうことですよね。絵がおもろいからとかで呼んでるわけじゃないですから。おもろいから。Boy, the sun of the sun, be the boss, be more the swagger. Be but what I hold and take, be the shadow all to. That it's over, be the bit. 今回なんで黒髪にしたんでしょうか。そういう。いやもう普通に本当シンプルに気分ですね。あとロマネと間違えられる機会多すぎて。だってこの角度とか俺だもん、これ。これ。本当にそうですよね。もう俺やん。生き別れの兄弟。一個差だし。ね。おはや。どうぞ。お願いします。どうぞ。よろしくお願いします。いやいや。おもろすぎるやろ。どういうこと？ちょっとな。一回自己紹介だけしてほしいな。はい。あの山本優也と言います。年齢32歳で。32。はい。年上かい。ゆうや。はい。で、まあ今やってる仕事とか教えてもらおうかな。もうずっと18から料理人をやり続けて。何作ってんの？中華料理を作ってて、今はうどんを作ってます。
どんどん、はい、え、それじゃあ地毛、地毛ですか？これ地毛です。はい、あのローランド社長に憧れて、ああ、もうずっとブリーチ、リタッチ繰り返して、ああ、はい、あ、普段からそれで生きてるんですか？あ、そうです、うどんやらしく生きようと思って、この髪型で生きてる。はい、今うどんやってるんで。そうなんだ。はい、じゃあ一回なんか多分それ仕込んでくれたんだよね、はい、一回じゃあちょっとかけようか。いいですか？うん、ありがとうございます。すいません。いや、え、真剣なんだよね、ゆうやはね。めちゃくちゃ真剣に来てます。そうなんです、はい、だからホストさんになろうと思ったそのきっかけは何なの？僕、ローランド社長もめちゃくちゃ憧れとって、ああ人間性も、ああで、このグループで一緒に働きたいと思って、ああ一緒に働くには大阪に来たこのホストクラブで働くのが一番近かったんで。なるほどね。ホストになりたいと思ったんです。喋、はい、ると普通なんだよね。はい、喋ると普通でいい子じゃん。はい、シンプルな興味というか気になるんですけど、はいはい、ホストとしても今の、はい、スタイルで行くって感じですか、はい、髪型。あ、やっていきたいなと思ってて、うん、理想は東京のロマネさんで、はい、大阪の僕っていう存在でいたいなと思ってて、はい、オーディションでロシア語で歌われたりとか、はい、すごいパンチ効いてたじゃないですか、はい、なんかパンチあることじゃちょっとやってみて、なんかちょっと動かしてほしいな、なんか気持ちを、はい、いい人だけじゃやっぱやっていけないからさ、はい、そうですね、なんかちょっとリクエストもらえたら嬉しいんですけど。じゃあなんか歌歌って。歌ですか？海外の歌。海外の歌、うん、いいよ、作ってもいいよ、今即興で。即興でですか？うん、ノリで歌わせてもらっていいですか？あれね、いいよ。よろしいですか？うん、ありがとうございます。そうね、私は大丈夫。止めてくんない？止めて。いや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 、大丈夫ですね。飲んない。いや、もう一緒やないかい。For the sun of Western Bitter Possible the Smile。 ごめんなさい、真似させていただきました。いや、はい、いや、嫌いになれねえんだよな。嫌いになれねえ。俺ね、ほんとね、はい、なんだろう、俺が言うのもなんだけど、はい、見た目普通にするかどうかちょっと結構悩むけど、見た目は、まあ、でもローランド社長が言われたら、俺から言ったさ、変える、はい、そこは柔軟性はあるんだね。あ、そこは全然あります。なるほどね。はい。まあ、わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。失礼しました。びっくりした。一発目これ、お前、大阪大丈夫かって思ったけど、俺が金髪だったらもう事故よ。大阪のロマネってコンセプトは面白いし、なんか俺あれで本当に色物っていうだけの冷やかしだったらいらなかったけど、実際にさ、この一番最初に応募してるのよ。彼は。そういうことなんですか？彼は本当に応募してるし、はい、ロマネはどう？気になった点とか含めて。もう、俺が一番わかるんですけど、ああ、めちゃくちゃ売れづらいからしんどいんで。そうだよな。はい、オリジナルとやっぱコピーって時点で。ああ、だってコピーオブコピーだもんね。コピーオブコピーで、俺が3年とかホストで5年やって、ようやくここにいる。確かに、説得力あるわ。マッチのグループがどう見るかだね。あっちはあれですよ、多分。あっちはコパツですよ。パツかな。お願いします。はい、ちょっとごめんなさい、ファーストインパクトであれなんですけど、はい、なんか社長の好きな名言ありますか？もう一番好きなのはもちろん俺か俺以外かっていう言葉で、俺か俺、ちょっと社長のモノマネ入れてちょっと俺か俺以外か言ってもらっていいですか？もうですよ、ミニマスのミニマスのサングラスをつけさせていただいていいですか？おお、俺か俺以外か。ちょっと違います。どうぞ。失礼いたします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、大阪出身のレオンと申します。うん、今はダンスの仕事をしています。で、書いてあるね。はい、なんか踊ってもらう、せっかくだからね。はい、ああ、じゃあ歌いながらいきます。ああ、 Time's up、 あふれそうな熱い気持ちが、 Yeah、 目覚めていく When me, when me, when me
ビッグアップ今羽よ翼に変われ、yeah、了解です。はい、ありがとうね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ失礼いたします。うん、どうすか、ロカネさん、厳しい？殻破れるまでって感じですね。まあ殻破れるかどうかはでかいと思うな。 CB とコラボでダンスしそうですね。あー、そうだな、俺でもありだな。ちょっと撮るわ。あの子いい。まあ、はい、どうぞ。失礼します。お願いします。お願いします。はい、すいません、失礼します。荷物めっちゃあるやん。すいません、愛知からこの場に挑戦してました。愛知からか。はい、だってはい、そうですね、泊まるの？そうですね、今日は泊まります。泊まる、はい、ネットカフェに泊まります。プロレスラーかなんか違う。何してんの、仕事？仕事は、あー、いいよ、さっき。あ、失礼します。はい、待って、なんで相撲部屋にいたとかじゃないの？いや、それじゃんですけど、一応中学と高校で、柔道部だよね、絶対、はい、なんかそんな感じするもん、ね、はい、気合の入り方、はい、で、まあ、そうです、今はちょっとキャバクラのボーイ。うわ、いそうだわ。失礼します。はい、お願いします。お願いします。岩崎誠也です。前職は、バーしてて、うん、でその前が、専門学校の講師とかいろいろやってました。え、専門学校の講師したの？はい、動画編集とか僕専門で。あ、そうなんだ。この定点のあれとか GS の撮り方とか大丈夫？これ今はい、大丈夫です。バッチリ。はい、全然大丈夫。ああ、よかったわ。モテます、女性に。ああ、まあそれなりにモテるとは思います。でも僕自覚あるのが、異性より同性モテる方が高いなっていう感じで。ああ、バーやってる時も結構同性にモテてね。顔かわいいもんね。そう、男性人気結構すごかったんで、女装もバーのイベントでやったりしてましたね。ああ、女装、確かになんか女の子みたいな。やってました、ね、女の子が好きなんだよね。はい、好きですよ。そうなんだ。まあでもなんかうちで言うなんかアズニャンとかのなんか枠とかになりそうな気がするわ。可愛い枠はやっぱ必要だからね、まあまあ、絶対ね。お願いします。次、失礼します。お願いします。どうぞ。お願いします。いいことあったの？え、いや、そんなことない。特技が笑顔なんでずっと笑ってます。ずっと笑ってるね。そうですね、はい、それだけが取り柄みたいな。いや、でもまあ結構大事だけどね。そうですか。興味が引かれるわ。うん、ですか。確かに笑顔は、はい、俺結構大事だと思うから、はい、まあでも花があるかって言ったら別にそんな感じしないんだよな。いいやつなんだけどね。この辺の人たちが知ってるような大学まで行くことができた。あの努力、まあ、この、はい、この紙にも書いてあるし、はい、今言葉でもたくさん努力って、はい、あの出してると思うんですけど、はい、この面接に来るにあたってどういう努力をしました？そのまあ、ひげがちょっと濃いんで、その、なんていうんですかね、コンシーラーですか、うん、とかっていうのもちょっと探してきましたし、あの服に関しても、あの、うん、妹がおしゃれしてるんで、聞いたりとかして、いろいろ買ってきたりとかはして、はい、チョイスしたつもりなんですけど。多分普通の、はい、あの誰でもね、あのできるようなことだと思うんだけど、はい、誰よりも努力をしてきた、で、あの、はい、自分の中であると思うんですけど、はい、他の面接者より、どういうところが、はい、努力できたのかなって聞いてもいいですか？他の面接者よりですかね。うん、確かにそうですね。って言われるとこれっていうものはちょっと思い浮かばないですね。ね、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なし。はい、お客さんとか。でもいらないですね。薄っぺらいですね。誰よりも努力って、初対面で、あ、薄っぺらいなって思うくらいの、まあ思わないじゃないですか、初対面で薄っぺらいなって。なんで、まあ、初対面で、まあ、薄っぺらいなって思うくらいなんで、まあ、いらないかな、うん、判断できる。失礼します。お願いします。お願いします。神奈川県から来ました、桜井青人と言います。よろしくお願いします。売上どれぐらいありました？売上その3ヶ月で300万ほどは。お、すごいね。でもね、はい、それ売りかけなし？売りかけは1回もしてないです。うん、なるほどね。はい、なんだ、なんかそんな売れてる感ねえんだけど、なんでだろうな。何絵師だろ。300ってすごいですからね。多分その自分がそのちょうどアイドル絵に近い感じです。
アイドル営業、結構一番難易度高いよ、はい、来てもらえるような営業をしたかったんです。例えばその自分から来てって言って来てもらうよりは、うん、ちゃんとお客様が来たいなと思ってもらえるような営業をしてました。ああ、そこら辺も詳しく聞いていい、うん、まあ、自分結構記憶力がすごいいいので、やっぱお客様が忘れているようなこともすごい自分は覚えてましたね、うん。じゃあ売れてなかった期間っていうのはほぼないって感じですか？あ、2ヶ月間は売れてなかったです。掃除組で。掃除組、はい。そこから売れ始めまでなんか売れしたとかってあるんですか？ありますか？なんかかなりもう仕事に対して誠意を持って、うん、そういうことも時間もお客様にいっぱい使ってするようになったら、やっぱ売り上げがすごいついてきた感じです。うん、はい、じゃあ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、そうす、はい、ありがとうね。俺めっちゃダメ出したいとこいっぱいあるわ。どこですか？え、まず売れるために何努力しましたかっていうところで、はい、お客様のことを覚えている、はい、そんなこと誰でもやるぜ、当たり前すぎるぜっていう、はい、そこを一番努力したってポイントに設定してきたとしたら、俺は、はい、いや、そんなことをもう本当に当然の義務のようなもので、そこを自慢に値するものじゃないぜっていう感覚して、俺らプロフェッショナルでやってるじゃん、はい、あとお客様に時間使ったりとか、使うって何ですか、はい、お客様に時間使う、なんでお前上からやねん、はい、うん、時間使うって表現する時点で顧客よりも自分の方が上だと思ってしまってるっていうところは、はい、俺は引っかかったし、まあ冒頭言ったけど、はい、俺経験者は結構難しいよと、なぜなら自分の癖があるから、はい、顧客ファーストで行かなきゃいけないし、丁寧にしなきゃいけないよっていうような観点で言うと、まあちょっと難しいかな。失礼します。お願いします。お願いします。自分高校生の時ホストに憧れてて。なんで憧れたの？いや、友達が、うん、あのホストになりたいってめっちゃ言ってて、で、自分その時ホストのこと全く知らなくて、で、なんだろうと思って YouTube で調べたら、すごいかっこいいお兄さんたちが出てきて、うわ、これ目指したいなと思って。かっこいいお兄さんたち、自分もなりたいな。そうなりたかったんですね。はい、かっこいいさんなりたかったんだ。はい、おもろっ、おもろ。源ちゃんの方が決めてる？名字は決めてて、自分の名前が川瀬美月なんですよ。川瀬に似た、例えば綾瀬だったり広瀬だったりにして、名前が自分なんか友達からラリールレロ行のなんか、あ、ラ行、ラ行、ラ行になんか、ラリールレ、うん、ね、ロマネもローランドもさ、ね、ラリールレロ行だから天然だよね、多分ね。あ、よくなんか言われます。でも自分ではあんまそうは思ってない。天然は思わないんだよ、自分のことが普通だと思うから。そうなんだ。なんかわかんないけど、俺なんか逸材の気がしてる。なんかわかんないけど、車の製造業してる。車作ってんだ。部品を作ってました。ランドクルーザーのランクルの部品作ってんの？こういう人なの？マジで出来上がってるんですね。ああ、でもその工場に行った理由があって、ああ、何請求するために働いたんです。ああ、かっけえじゃん。もうかっこいいよ。でも元の中結構平野翔に似てるとか言われてて請求したら全然平野翔じゃないんですけど、180万かけて請求しました。 あ、請求したの？ね、はい、もうしました。え、どこやったの？あ、小花な縮小と尾線形成と鼻筋とボトックスと熊取りと埋骨です。おお、結構やったね。はい、そっか。あ、そのためにじゃあお金稼ぎたかったんだ。はい。で、そのじゃあ、でも実際全部は払えてないんですよ。あ、ローンがあるのね。はい、ローンがあって、うん、でも親からもう出世払いでいいよって言われて。うわ、いい、やっぱいいね。合格だわ、なんかもう働くか。頑張ろうぜ。おい、ありがとうございます。おい、お前も合格だ。ありがとうございます。ありがとう。はい、来たわ、採用。全然もう失礼でしょ。採用ご了承じゃないですか。そんなハマった理由を僕には分かんない。めちゃめちゃおもろいやん。だから社長好きそうだよなってこと。いや、俺好きだよね、絶対ね。ダメなんだ。いやな、まあでも可愛がられる、ちゃんとした接客本当にできるのかなっていう。教えていきますよ、うん、社長が。ああ、はい、自分のおもちゃにしたいとか。いや、全然ない、全然。普通に売れる、普通に売れる。そういうことではない、そういうことじゃない。売れますよ。売れるよ、俺マジで。俺これちょっとね、独断で意見取りたいわ。女の子経験はたくさんはないんですが、まあ19歳だもんね。5人とか4人程度です。女の子好き？好きですね。女の子第一期？第一期です。
や、でもなんかいいですね。はい、これ個人的な好みやめてよ。じゃあさ、そういうわけやめてよ。いやでもなんか本当にすごいビジュアルはなんかすごい自分の中ではなんかもうパーフェクトだなっていう感じがあって、人懐っこい感じもそうですし、あとはなんかそのね、先輩の指導だったりを素直に受けて育っていってほしいなみたいな感じが、うん、そうだね、うん、ました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ビジュアルもいいし、人当たりもいいし、すごい可愛がられそうな感じもする。ただ、まだ多分ふわふわして漠然としてるから、うん、実際厳しい世界を目の当たりにしたら、うん、ちょっとまだ分かんないですね。そうだね。今、ニートというか、紐というか、そういう感じです。ああ、はい、頑張れますかっていう。1億売るなんてさ、マジで24時間ほとんど仕事のこと考えるぐらい、そういうの想像できる。今180度違うね。覚悟を決めて、うん、あの今の公務員という仕事に退職願を出してきました。よろしくお願いします。公務員して何してんの。市役所です。チャレンジ精神と忍耐力をつけました。培ってきたことが大人だった今でも生きているのだと思います。アレクサ来たかと思ったわあれ売れます、うん、絶対に、うん、それ下積み、なんかいい経験やなって思いますね。